はい、ご視聴いただき誠にありがとうございます。YouTube です。前にやったですね、ラバースプレーの部分がですね、まあ、太陽に当たってない部分は、色の汗がないんですけど、太陽に当たってる部分ですね、結構ですね、これ、やられちゃってるので、これを改善するために、今回ラバースプレーを使わずにですね、売られている缶スプレーですね、これを上から塗っていきます。今回は、今までみたいに長くは取らないんですけど、まあ、よかったらご視聴ください。はい、今ですね、一度拭きしたんですけども、だいたいもうこれぐらいでええとは思うんですけど、見た目結構もうほぼ赤に戻りました。まあ、ラバースプレーを事前に下に塗っているので、まあ、いざという時には、また剥がして、また塗料を塗り直すということも可能ですので、まあ、この方法はとても便利だと思います。まあ、これに関しても、以前よりかなり YouTube 内で流れてますし、私が以前お勉強させていただいた方の車両にもですね、ちゃんとラバースプレーをして、それから塗料を塗ってやるっていう、実践した方を初めて見たので、まあ、それを参考に、今回は、ミラーに、塗装をしてみました。はい、なんだかんだで、2度塗りしました。こっちの方がやはりいいですね。かなりツヤもまたラバースプレーと違ってとても輝いて見えます。 ごめん、努力ないな。 はい、ということで今作業終わったんですけど、どちらかといえばラバースプレーをして、でラッカースプレー、または純正の塗料とか、一般的に売られているボディに対する塗料を使ってやると、やっぱりね、触った感じ、純正感あります。まあ、純正感って言ったら、それはちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、触った感じのラバースプレーのゴムゴム感っていうのは全くないし、こう、結構ね、強度もありそうです。で、今までまあラバースプレーでも洗車機通しても全然剥げることはなかったんですけど、さらに強度が増したという感じがこう触ってわかりますね。まあ、ここはね、もう本当はエアロミラーでバチッと決めたいところなんですが、私の諸事情で申し訳ないです。結果的にですね、作業時間の方が、計35分。で、ということで、それと、前やった、この、ブレーキキャリパーのところの具合なんですけども、今のところ、特に変化は見えられませんが、ちょっと鉄粉がついてきてかなっていう感じがですね、見られます。あと、スピーカーの方でしたかね。スピーカーの方もですね、今後まだ中にあるものがですね、手に入ってないので、まだ後日やっていこうと思います。それではですね、本日もご視聴いただき誠にですね、ありがとうございます。この後流れる動画でですね、ぜひ、チャンネル登録、評価、コメント、よろしく、お願い申し上げます。